さあ今回はですね、はい、ボクシング史上最悪の事件の一つとして語り継がれているマイク・タイソンの耳噛み切り事件、ご存知ですか？噛みつきどころか噛み切りやからね、ということですよね。まあこれはまあ、自ら起こした過去のね、まあ、このちょっと事件を、まあ、タイソン本人がちょっと振り返りになってるようなちょっと記事があったんで、ちょっとご紹介させてもらいたいと思います。はい、まあね、元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン、まあ、この事件は1997年6月の WBA 世界タイトルマッチ、挑戦者のタイソンは3ラウンド、王者のイベンダー・ホリフィールドの右耳を約2センチ突然食いちぎった。衝撃的でしたね。すごいですね。これだけでも放送されてます。放送されてましたし、これ解説の浜田剛さんがね、あれタイソン耳噛んでますよって言ってね、確かこの名実況とかね、耳噛んでますよって、ドクドクドクイントネーションが耳噛んでますよって言ってね、あったんですよ。まあ、テレビ見た。で、まあホリフィールドは激痛で痛かった。もちろん痛いですよね。まあ、このラウンドを、まあ、痛かったんですけど戦い抜いてたんですけど、やっぱ試合は中止になって、まあ、タイソンの反則負け、そして両陣営入り乱れての乱闘騒ぎとなったと。まあ、この行為でタイソンは試合失格、罰金、ライセンス停止処分を受けたと。まあ、この試合は8ヶ月前まで王者だったタイソンがTKO 負けでホリフィールドに王座を奪われる、でも、まあ、ダイレクトリマッチだったんですね。そのね、タイソンが負けたね、試合も見てましたけどね。あ、そうですか。マイク・タイソン大好きやったんで、ね、応援してたんですけど、まさか負けると思って、その頃のマイク・タイソンとはもう誰も勝てへんのちゃうかぐらい強かった。まあ、ちょっと全盛期過ぎて、ちょっと、復帰しての、あれで、まあ、どうやったかな、ちょっとまあ全盛期の力はちょっとない形やったかもしれませんけどね。はい、まあでも全然強い時のタイソンですよ。はい、でまあこの事件の真相は、タイソンがホリフィールドのバッティングに右目をカットした、でその上に何度もクリンチを仕掛けられ感情的になったタイソンが切れたというような形、とされてる。ホリフィールドがクリンチとか、タイソンは強打者なんでね、とか、でこうクリンチとかこう近づいてくるときにこうどうしても、まあ、故意なのか、自然のそうなったのか分かりませんけど、こうバッティングですね、頭が続きに当たったりとか、まあ、そういうようなことが何回も続いててイライラしたということですよね。で、まあ、タイソンはね、当時の気持ちをこう振り返っていると、やつを殺したいと思ったから噛みついたんだよ。そんなこの猛獣ですよね。恐ろしいですね。ちょっとタイソンらしいって言ったらあれですけどね、あかんことですけどね、もちろん、まあ、頭突きをされたこともそうだけど、全てに頭に来てたと。試合に対する意識が完全に吹っ飛んでいたんだ、戦術とかどう戦うとか、そんなことも全てと。基本どうでもいいし、殺したのか、よっぽどイライラしたってことですよね。ちょっともうタイソンも思い通りに試合運びできない、させてもらえへんかったホリフィールドが、まあある意味うまかったという部分はありますけれども、もういいとしたということですね。まあさらにね、再度の噛みつき行為の可能性を尋ねられると、もう二度としない、そう願うよと。しかし再びやるとしたら、それは相手が噛みつかれるようなことをした時だ。その時はまだやってやるっていう、当時の、コメントはこういうふうに、当時っていうかその何年か前のね、この試合を何十年か前に振り返ってという形。まあ、その発言の意図として、よしあしは別として、何人たりとも私の栄光を奪うことをさせない、私は立ち向かうべき全てのことに対峙しているんだと。これまでもそうしてきたし、自分の責任としてこれからもそうしていく、私の栄光なんだと、私はその責任を果たしただけさと、自らの生き方の心情であると締めくくったという、簡単な感じというね、こういうふうに、まあ、ある意味体操の武士というかね、まあある意味すごくないですか、こんなダーティーなことして、もうやはりマイク・タイソンというこのネームバリュー、日本じゃ考えられへんけど、これ普通ありえんだよ、ボクシングのプロの、しかもヘビー級のタイトルマッチの試合で相手の耳を噛みちぎるというね、これ普通、永久追放とかそんなのなってもいいことやけど、そうね、まあ、アメリカらしいといえばらしいこと、日本やったらこれ確実に何がどうであろうが、あかんと思いますよ、たぶんね、自由の国やめてたりするんで、こういうことしても、これはまあちょっと一つの。なんかね、こう振り返るシーンであったりとか、
まあ、マイク・タイソンはね、引退してからも最近まだエキシビションマッチという形でボクシングの、試合とかね、試合とかもエキシビションではありますけれども、うん、まあ、今年もやるんじゃなかったかな、YouTuber のね、人とまだエキシビションの試合をしたりとか、50半ばぐらいだと思うんですけれどもね、でもある意味もタイソンはね、この何がどうで俺にそういうことしたやつは許さへんぞという、うん、あのタイソンのところね、凄みと言いましょうか、ポリシーというかね、反省の言葉は述べてるんですけど、もし俺をまたイラつかせたりしたらその時はやってやるぜっていう、あのタイソンの中の、またタイソンの得意の、あの打ち合いにもならんことには噛みつかれる可能性があると怖いクリンチばっかりしたら噛みつかれると怖いですよ、あまりクリンチ専用にまあそうですね、まだね、まだ50半ばでも、まあ、まだエキシビションマッチをまたされていくんで、ね、タイソン戦う姿っていうのは、まあ、現代でも見れるというのは非常に我々ボクシングファン嬉しいところですよね、マイク・タイソンの男ですからね、そうですね、まあ、モハメド・アリとマイク・タイソンというこの2人の名前はやはり、ちょっと他のね、いっぱいいろんなレジェンドボクサーいますけれども、やはりその歴史に刻む特別ですね、ボクシング知らない人でも知ってる名前っていうのはすごい世界的にね、うん、しかもそれが、まあね、この動画を見ていただける方で、あのボクサーすごかったとか、あのボクサーのあの時の、まあ、こういった珍事件とかね、こういうようなアクシデントとかもしあれば我々に教えていただきたいですね、はい、はい、ではまた次回、ありがとうございました、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。